よいしょ。まあ、ここは集中力切らさずに運転するか。まあ、もう2だな、パソリン。あと何キロ ?51 キロか。まあ、この人住んでるの住んでんじゃない住んでるでしょ。でもなさそう。いや、住んでると思うよ。だって、これアパートだわ。うん。いなそう、人。住んでても、あ、でも一部屋だけ住んでるっぽい。ああいうボロボロだとさ、まあ、空き家は早々入ってこなさそうだしさ、裏を返せばさ、住民がいないじゃん、周り。ボロすぎて入ってこなかったりするじゃん。っていうか、この辺にあった、あれ消えたね、ラーメン屋、アザムとかで。ああ。砂の間。あったよね、アザムとか。山地下ホスピタル。この辺に駐車場止めてどこ行くんだろう。病院じゃない。だって病院だったらそっちでしょ。病院の駐車場入れないと。いや、満車って書いてあるよ。定型車、え、上空いてるよ、空車って。あ、本当だ。わかんない。それか、ここの右の病院じゃない。あ、こっちも行ってる。こっちは第二、これが第二。どこ行く人たちなんだ。マジで君が長野の人でよかった。なんで。え、距離があるから。まあ、これ結構マジ重要ポイントの、うん、ちょっと異常だから。フォロワーさんでもやっぱすげえ鬱になりそうな義理親、横浜に住んでるらしくて、そのフォロワーさんも横浜に住んでるから、めんどくさいな。でも結構な頻度でなんか会いに行かなきゃいけなくて、本当に辛いっつってたから、それはしんどいし。でもなんかある日もう私行かなくても旦那だけ行けばいいじゃんってなって行かなくなったから、すげえラッキーっつってた。それね、本当正解。そうなってく関係って意味わかんないよね。こっちを受け入れようとしてるのに向こうが拒否してくるの意味わかんねえよ。なんなんだよ。気持ち悪いんだけど、何、元カノ気取りかよみたいな感じだよね、一生。うん、気持ち悪い。気持ち悪い、なんかゾワッとした。ピンク、松田。うん、こういう絵もいいよね、なんか。庄司さん。なんかキュル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 。大丈夫よ。庄司さんだからし。なかなか珍しい名字だね。初めて見た。なんかありそう。由来的な。がなっちゃったね、お母さんでしょ。えと思っちゃった。そんなことあるんだと思って。だから無理だよな、誹謗中傷我慢するのって。まあ無理だよ、精神的に異常きたしちゃうから。なんか結構言われちゃったらしいんだよ。俺は見ないけどね、そもそもそういうの来ても。うち自分に対して誹謗中傷別に来ないから。あるようなないようなこと言われたことある。ないようなことを言われたときはさすがにふざけんなと思ったけど、なんだこいつ。コスプレしてたときは言われたことあるけど、うん、なんだ、どうしたんだ、おまわりさんから何かあったの。何かあったな、業者っぽい。
釣りできるとこあんもんね。まあすごいタラレバなんだけど、もし子供がいたら息子が欲しかったなって思っていた以上、娘は嫌だなって。いろいろ矛盾してるよな、日本って。いざ子供をさ作るとさ、いや責任ないのに産みやがってっていうくせにさ、少子高齢化少子高齢化ってなってるわけだ。少子高齢化言う割にはさ、なんかいろんな制度をさ減らしてったりなくしてったりするか、よくわかんないよね。どっちなの、子供を産んでほしくないの、そんなの育て、子供を産んでほしいけど、それに対する育てるための助成金を出したくないの、なんなのその矛盾って感じだよね。だから国民がわがままなんでしょ、その不妊治療のなんていうの保険を聞かせるって言ったらさ、税金がっていうか、むしろそれはもっと後です。 4,5 年早かったらなって思ってしまう、その制度は。ただあれはすごい負担だよな、精神的にも負担になるし、ね、なんかね、ダメ、あの手の病院って全てにおいてね、やむ、ね、本当俺自殺しそうだったから、本当危なかったから、本当知らなくて、ごめんね、変なことやらせちゃった。いやごめんね、こちらこそ。言えばよかったね、我慢したのがよくなかったんだ、ダメだよ、嫌なもんは嫌だって言わなくて。いやでも全て嫌だってわけでもなかったんだよ、うん、君との子にもしできたらそれはそれで嬉しいなって気持ちあったから、うん、あれはもう金持ちの道楽だよ、ね、あの手の病院はね難しい、きついな。今行くほどどんどん理解してきてしまう、た自分が辛くて余計に、まあね、あの年齢的に多分ほぼほぼ無理じゃねっていう方の理解に、うん、追い込んじゃうよね、それ多分。でも確率薄いから無駄なんだろうなと思って、周りに見ててもどう見てもまだ若いもんね、で裏を返せばこんな若いのにみんな苦労してるのがそれもそれで大変だなっていうと客観的に見てる自分もいたんだけどね。頼みだからな、もう本当にそんな簡単にできるものじゃないんだよ。そして無事に生まれてくるっていうのは本当奇跡だよって思う。だってあと臨月に入ってあとちょっとでっていう時に流産とか死んでしまう子もいるんだよ、中で。まあしょうがない、つらいよ。いやじゃあそういうの見てるとマジでつらいわと思って、 そっちの方が耐えられねえなと思って。まあね、なんか別に不妊治療でできなくて落ち込むよりは落ち込んでる方がまだマシだなみたいな、よくわかんない考えになる。あれもそうじゃん、浜口さん、うん、良い子の残念ながら子供ができない。いや辛いと思う、あれ辛かったと思う。あれわかんない、不妊治療かわかんないけど多分不妊だと思う。まあでもね、大体もう30過ぎてたらほぼほぼ難しいと思うよっていうのをよく理解した、あの先生の説明会で。すげえわかりやすかった。すごいね、謎のサザエさん以下の例えは意味不明だけど、でもなんかすげえ納得を得て、あれはありえないです、的を得てて納得したもん。最初はふーんぐらいで思ってたけど、自分で調べたり自分で知識ができてくればできてくるほど、あの時の先生のその説明は確かにな、おかしいわ。あれやんなくてよかったな。何いとこはとか意味やかんないくせに鮮明に覚えてないけど、今でもあんまり。何この薬を飲めばできやすいですよっていう、わかんない薬あったじゃん。あそう、なんかいろんなもん見てたな、変なもん。俺危なかったもん、なんか怪しかったもん、あれマジで。でもああいうものに手を出しそうになってたってことはやっぱ追い詰められてる証拠だな、危な。